ビデオダイアリー、October the 12th, 2023 by Hiroshi Hayashi, Hemet City, Japan。 ビデオ日誌、2023年10月12日、林博士です。こんにちは。昨夜1時ごろ、時計は見ていませんけども、今朝になってですね、時刻を計算しましたら7時ごろということになりました。7時ごろ、午後です。真っ暗です、外は。今の中で大きな鳥ですよね。姿は見えませんでした。大型の鳥です。現在までの私とワイフの結論はですね、ウのようなね、大きな鳥がですね、耳もつんざくばかりの大きな声でですね、三度泣きました。まあ、後でその声を出してみますけども、要するに、その時、私とワイフはですね、今のこたつに座ってですね、足をこたつの中に入れてですね、夕食を終えて、そしてネットフリックスで映画を見始めたんですけども、あまり面白くなくてですね、それでネットフリックスの映画を見るのをやめてですね、昨日発行しましたビデオダイアリーをですね、見てみようかということで、それを見始めていたわけです。ただそのビデオダイアリーをですね、今朝削除して新しく作り直しました。まあ、そういうビデオダイアリーなんですけど、それはまあ昨日の夜はですね、昨日発行したビデオダイアリーをですね、その時見ていたわけです。その時のことなんですけども、後半部、ちょうど後半部ですね、に差し掛かってしばらく見ていた時のことなんですけども、突然、大型の鳥がですね、目の前といってもですね、こたつのですね、机の端にモニター画面が置いてありますので、距離的には私たちの目の位置からはですね、1メートル50は離れていません。1メートル前後、1メートル20センチぐらいかなと思う程度のところに、モニターって言いますか、スクリーンが置いてあるわけですけども、そのスクリーンを二人で見つめていたときにですね、突然、大声で、それこそ、耳もつんざく、って言いますか、極めてクリアな音でですね、クリアってことはですね、ぼんやりとした音ではなくて、あたかも目の前にですね、大型の鳥が居座っていて、そしてその鳥がですね、突然、叫んだっていう、泣くというよりも叫んだんですね。耳もつんざくばかりの大きな声でした。で、それは、まあ、どんな声かというとですね、3度泣いたんですよ。で、4度目に泣く前に私はですね、おかしいってことでですね、すぐパソコンの、いわゆるキーボードに手を当ててですね、戻ってみたんですけどもね。しかし、その10秒、20秒前に戻った時にはですね、戻って再生してみたときにはですね、その鳥の声は入っていなかったということは、その声はですね、パソコン、あるいは私のビデオダイアリーの中から出てきた音、あるいはテレビ画面から出てきた音ではないということです。山の中ですから、テレビ、いわゆる電波が届かないんですよね。まあ、届くようなそのアンテナもありませんしね。ですから、まあ、音が入るとしたら、まあ、いろいろ考えるわけですけども、結論先に言えばですね、そんな音が入り込む、鳥の叫び声が入るような、まあ、そういう場所ではないわけです。今にはテレビは見てませんのでね。はい。まあ、ともかくもですね、7時頃です。後になってね、何時頃だったかなということを計算して、あの後風呂に入ったのが7時半だからっていうようなところからですね、7時頃ってことになったわけですけども、その時にですね、極めてクリアな音です。はっきりとした音です。その、なんて言いますか、あたかも、そのモニターの目の後ろに、その後ろにですね、巨大な鳥がいててですね、その鳥がですね、そのモニターの方から叫んだという声なんです。他に雑音とかそういうのは一切ありませんでした。
その声がですね、どういう声だったかというとですね、ちょっとやってみますね。まあ、ちょっと大きな声になるかもしれませんけれども、まあ、それはその大きな声でしないと、いけないということで、マイクを少し離しますね。離してその声を出してみます。3回ずつ3回泣いたわけです。で、その直後にですね、あっってその前に1回泣いたときに、あっと思って、2回泣いたときに、ワイフにですね、横にいましたので、今声どこから聞こえたか、この画面の方かって聞いたんですよね。そうしましたら、ワイフが指を指しましたね。ここから聞こえたって。そのここからっていうのがスクリーンの中央部だったんですね。はい。で、私はその3回聞いた後にですね、すぐパソコンを戻してですね、こんな音が入ってたら大変なことだと、まあね、ビデオダーリーにその音が入ってたらね、それこそってことになりますけども、戻して聞いてみたんですけども、まあその時再生してたわけですけども、再生してみたらですね、その音は入っていませんでした。はい。で、その時は、なんでこんな音が、声が入ったんだろう程度の、なんて言いますか、胸騒ぎというよりもですね、なんていうか、疑問って言いますか、えってな感じで、まだ圧倒されていたような雰囲気でしてね、私は圧倒されていました。いわゆる、まあ、なんて言いますか、何が何だかさっぱりわけわからない、振り回されているというような状況の中で、え今聞いたか何だったあれえってな感じで終わったんですけども、その後、風呂に入る前ですよね。だんだん興奮が大きく、興奮というよりもですね、ってな感じですよね。まあ、とにかく、何だったんだろう。なんであんなところに鳥の声が入ったんだろう。あんたその、あんな鳥の声聞いたことあるかって言ったんですけども、まあ、彼女が言うにはですね、まあ、その、大型の鳥だってわけです。例えばですよ、皆さんね、ヒヨドリにしてもね、まあ、いろんな鳥が、野鳥がこの辺りに、その山の家あたりには飛んでるわけですけども、そういう声とは違うんですね。まず、ほとんどの野鳥の声は私知ってますからね。そういうことで一番大きな声で鳴くのが、その辺ですとね、古樹系っていう鳥がいるんですよ。それは、ちょっと来いって言って、けたたましく鳴きますよね。私が全然そんな声と鳴き方が違うわけです。で、私はあえてってことで、今朝になってからね、まあ私、岐阜県の出身ですから、鵜飼の鵜ね、あの鵜がそんなような鳴き方するんじゃないのかな、なんて、思い出してそれを話したんですけども、その声の大きさから考えてですね、鵜よりも大型の鳥だったと思います。そしてその鳥がですね、画面のその向こう側で鳴いた感じですね、あるいは画面の、ワイフは画面の中から聞こえてきたって言いましたけども、その画面のモニターもですね、その私のビデオ認識を再生してましたので、声は入ってました。その声がスピーカーの方から聞こえてました。それは事実ですね。しかし、その声を圧倒するほどというよりも、全然比較にならないほど、吹っ飛ばすほどって言いますかね、とにかく、モニターと、いわゆるビデオ認識の中で私がこうして喋っている声などでですね、どっかへ吹き飛んでしまうと言いますか、隠れてしまうと言いますか、全く聞こえなくなるっていう、まあ、全然もちろんその時は意識しませんでしたけども、そういう風な圧倒する声でした。それがですね、何回かもう一回やってますね。ですから、この鳥の鳴き方に3回ずつ鳴いたんですけどもね、皆さんの中で聞き覚えのある方いらっしゃいましたらですね、ぜひ教えてほしいんですよね。というのは、今日もですね、動物園行ってね、近くというか、郊外に動物園がありますから、そこ行ってね、鳥の鳴き方に詳しい飼育係の人にですね、まあ、その声を真似てみて何の鳥か分かりますかって聞いてみようかと思っていたんですけども、どの道行ってますか、まあ、
まあ、こうしてね、ビデオ代理で皆さん鳴らすつもりでいましたので、今こうして鳥の鳴き声をですね、再生してみたわけです。で、特徴はですね、極めてクリアでしたね。で、私は片方の耳聞こえないもんですから、方向は分からなかったんですけども、モニターの方から聞こえてきたという印象は強く持ちましたね。こちら。で、だからああいうふうに確かめてね、今、鳥の声どっちから聞こえたって聞いたら、そちらの方を指さしたの、モニターの真ん中を指さしたんですよね。で、僕もそこだと思うって言ったんですから、ひょっとしたら声が聞こえてたのかもしれませんけどもね、確かに そこから聞こえてきたということ、これがまあ第一の特徴ですね。二番目はですね、極めてクリアであったということです。例えば、スピーカーから聞こえる声とか音とか、まあ私の声もそうなんですけども、あくまでもスピーカーの中から出てくる声なんですよね、音なんですよね。まあ、例えば、数日前あの近くの、ね、ショッピングセンターで、ブラスバンドの演奏会を聞いたんですけども、いくら 生放送だと言ってもですよ、例えばね、アンドレイ・リューのですね、コンサートをですね、テレビで見ていて、その中から聞こえてくるブラスバンドの音っていうのは、やっぱり、なんて言いますか、スピーカーから聞こえる音なんですよね。しかし、そのショッピングセンターで聞いたときは、生でね、トランペットとかね、トロンボーンとか、いろんな楽器を順番に弾いてくれたんですけども、極めてクリアでね、まあ、その音とはっきり分かる綺麗な音ですよね。それくらいの違いはあったということです。まあ、要は表現のしようがないですけども、ね、要するにクリアで、とにかくその雑音の混ざりっ気のない声がですね、そのモニターの向こうから聞こえてきたということです。それがですね、先ほど私が皆さんにお聞きいただいている私の声で再生した声なんですけども、感覚はですね、キャッキャッキャッと鳴いた後ですよね。キャー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 程度の感覚はあったと思います。その間に双子と見事ね、ワイフと会話をしましたからね。で、慌てて、昔風に言えば巻き戻してですね、その部分に、鳥の声が入ってるかと思って確かめたんですけども、要するにその私のビデオダーリーの中からには、再生してみたときには、その音は消えていたということです。以上は事実です。で、事実ということで、その話をつなげていかねばならないわけですけども、実はって言い方はおかしいんですけども、このところ、今年に入ってから、いろんな声、音、パルス信号に振り回されています。で、昨日もですね、2023年の10月11日ですね、の午後7時も、また音なんですよね。で、その中でパルス信号音だとかいろんな音が入ってきてるわけですけども、ですから、音事件というふうに位置づけてますけども、いろんなことを、音に関していろんなことが起きているわけです。第4波だと私は思っています。第1波は2016年の、ね、9月26日から第5人から始まってですね。第2波はですね、勉強会で起きた開校事件ですよね。で第3波はですね、今度私の書斎の中を飛び回った、つまりその、怪事件で、いわゆる奇妙な事件ですよね。ちょうどその中の一つをですね、皆さんにご覧いただいてますけども、ちょっと話こうやって飛びますね。これ重要な場面ですから。これはですね、今ちょうど皆さんにご覧いただいたその小さな弾丸のような UFO はですね、他の場面を探しているときにまた偶然見つけた弾丸タイプの UFO ということになります。で、1とこもだけなんですよね、それがきれいに映っているのは。なぜかということになりますと、その弾丸タイプの UFO はですね、私の目の位置から見てて、等距離を飛んだわけじゃないんですよね。どちらから飛んだかは分かりませんけども、近くから遠く、あるいは逆に遠くから近くへ飛んできたわけです。そしてその一コマだけがですね、カメラが焦点を当てて、焦点を結んだということです。そのあたりをですね、ご理解の上ですね、ちょうどもう終わって次の場面に移ってますけども、判断していただきたいと思います。ですからその一コマ前にはまだぼんやりしてます。さらに一コマ前にはさらにぼんやりしてるわけですよね。で、今度は一コマ、次のコマではもう、ぼんやりして3個目にはもう識別できないほど20分の1、50分の1のスローにしてもですよ、もう見えないところへ来てるわけ、見えない、ぼんやりしてしまってるというのが、この小型弾丸タイプの私の部屋を飛び回った UFO ということになります。
まあ、このところね、巨大 UFO、巨大 UFO、ジャイアント UFO っていうテーマでね、動画を送ってますので、今日はですね、まあ、この背景にはですね、超小型の弾丸タイプ UFO ってことで皆さんに、まあ、それを背景に使っているわけです。まあ、このあたりまでこの今日のね、ビデオ台の後につなげておきますので、興味のある方はまた見てください。で、話を戻しますね。で、それが第、まあ、3波だったわけです。今まで私の部屋の中でね、その、いわゆる小型の UFO が飛び回るという事件が第3波。そして2023年の今年ですね、入ってからは、音に関する、まあ、奇怪な事件が次から次へと、まあ、奇想天外といいますか、意表を作っていますかね、予想外の事件が次々と起きているわけです。そして昨夜もですね、まさかね、今の中でそんな巨大な鳥がですね、突然けたたましい声で、その鳴くはずがないわけです。はい。で、スピーカーから聞こえてきた音ではないことは今言いましたのですね。まあ一つには、スピーカーからは私のビデオ代理の声が流れてましたからね。で、二つ目にはですね、そこから鳴いた音ではないということは明らかにクリアであって、そのスピーカーから流れてきている私の声をですね、圧倒せんばかりじゃなくて、全く圧倒してしまった状態で、耳もつんざくばかりの音で聞こえたということです。で、私ね、そこで気がついたんですよ。その後ですけどもね。なあ、今の鳥の声なあってところ始まったと思うんですよね。僕がね、2016年の11月28日にね、今行くよ、事件で聞いた時の声と同じなんだよって言ったんですよ。ワイフがどうしてって言ったからね、今言いましたから、僕はその時、本にもそう書いたし、まあいろんなところでそのように話しました。ですから私の本を読んでくださる方は、読んでくださった方は、その通りのことを書いてありますから、また読んでいただきたいと思うんですけども、もし、今行くよーっていう声をですね、誰かが耳のそばで叫んだとしたら、私の鼓膜は破れていただろうと。そういうことなんですよ。頭の中でガンガーンって、まあ一応ガンガーンって言い方で表現してますけどもね。頭の中でガンガーンと響いた声は声なんですけども、ワイフには聞こえませんでしたからね。しかし、あんな大きな声を耳のそばで聞いたら、僕の鼓膜は破れていただろうにって言ってことを、その当時もうワイフに話してましたね。それくらい大きな声で、クリアな声だったんですよ。マイクまあ今マイクがね、そばにありますから、まあそんな声出せませんけども、そういう大きな声だったんですよ。その時もクリアだった。と同時に、その2016年の9月26日、10月28日の大豪雨事件の雨の音もですね、極めてクリアだったんです。例えばスピーカーから流れてくるような声、音ではなくてですね、バリ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 って大きな音だったんです。もうすごい音だったです。はい。というのは、事件のことに話が及んでですね、今の鳥の声は、僕がね、2016年に聞いた豪雨の音、そして今行くような声と同じだねって言ったんですよ。もちろん言ってる内容とかね、その豪雨は雨の音だし、今行くよっていうのはワイフの声でした。もう聞いた瞬間に、ワイフの声だってわかるワイフの声でした。今行くよーって、すごい大きな声でした。そしてクリアでしたね。そのクリアさをですね、昨日の夜思い出しました。それでね、ワイフに次にこう話したんですよ。お前な、僕が今行くよって声を聞いたっていう時にね、夢だとか、空耳だとか、幻聴だとか、そういうふうに思うかもしれないけども、そういうものとは全く違った声だったんだよってことをワイフにその都度何度も言ったんですよ。実際にですね、私がそのことをですね、本に書いたり、こうしてビデオ代理で、いわゆる告白したりするとですね、林浩司は夢でも見てたんだろうと、夢の中でそういう声が聞こえたもんだから、それを間違えたんだろう、なんて思う人多いでしょ？皆さんにそう思われても当然だと思います。私が逆の立場だったらそう思いますからね。しかし違うということです。全く違うということです。声の質が違う。音の質が違う。音量が違う。クリアさが違う。まあ、際立った、はっきりとした声だったんです。今行くよーってね。極めて大きな声です。ということを、彷彿させるって言いますか。思い出させるような、昨日の昨夜の指示の声はですね、まさに鳥の声だったということです。その聞き間違いであるとかそういうものじゃないわけです。ですから私にね、私はワイフにこう言いました。ワイフも今回はですね、昨日の夜はですね、聞きました。私だけが聞こえただけっていうのはまたこの問題があるわけですけどもね。
ね、しかし昨日はワイフもワイフも聞いた、聞こえたわけですね。ですからワイフにこう言った、言いました。な、大きな音声だ、声だっただろうって、本当に大きな声だったねって言ったから、そうなんだよ、そうなんだよ。僕がね、2016年の11月28日に、今行くよって声はね、そんな夢のように、夢の中で聞こえるような声じゃない、なかったんだよ。分かってくれたか？あん、そんな夢の中でぼやぼやとしたり、うやむやの世界でね、意識朦朧とした世界で聞くような、そんな声ではなかったんだよってことを言いましたら、ワイフが初めてね、あなたの言っている意味が分かったって言ってくれましたね。まあ、分かってくれたというか、まあ、そうだったのっていうようなことを言ったと思いますね。つまり、それくらい際立った、その、はっきりとした、その、鮮明になってますか。まあ、先ほど英語でね、なんて訳すかですけどもね、まあ、鳥のさえずりっていうのはいろんな言い方をするんですけども、まさに人間の叫び声、スクリームに近いわけです。キャーっていう声ですね。あの声に近いということです。それくらい大きな声で、耳もつんざく。ばかり、本当につんずく、あの声、バーフが、それも昨日の夜話なんですけど、あんな鳥の声をね、お前の耳のそばで鳥が鳴いたとしたら、キスで耳、あなたの耳でそれを聞いたとしたら、お前な、耳が鼓膜が破れると思えないかって聞いたら、ワイフもそう言いましたね。そうね、あんな大きな鳥が、私の耳のそばで突然あんな声を張り上げたら、私の鼓膜が破れてるわ、破れてたかもしれないねって言いましたね。つまり、初めて私の言う意味をですね、ワイフが理解してくれたということになるわけです。まあ皆さんもね、私があちこちでそういう、まあその鼓膜が破れるほどの大きな声でそう言われたとかね、まあそういうふうに言ったとしても、なかなか実感が湧かないでしょ？湧かはずもないわけですよね。ですから皆さんは皆さんの常識で、まあその私の経験をですね、判断してですね、きっと林は夢の中で聞いた声をね、まあ、夢の中で聞いた声というものがおかしな話ですけど、夢の中の話をですね、まあ、現実のように思い込んで、そのように言ったんじゃないかというふうに考えて片付けた人多いと思いますね。ところが昨日の夜はですね、大変幸運なことにですね、ワイフも聞いたということです。私も聞いたということなんです。ただ大変、なんて言いますか、アンラッキーなことにですね、実はですね、その直前までね、私ね、食事風景をね、ビデオで撮ってたんですよ、カメラで。ビデオカメラでね、もうあの、そのネットフリックスの映画を見てるところあたりから、その私の食事風景をね、撮っておこうと。まあ、それはいろんな思いがあるんですよ。まあ、いつかね、もうすぐこういうことができなくなるんだっていう思いがありますからね。まあ、いつかね、それこそ老人ホームでね、どちらか一人になった時には、まあ、こういうシーンを見ながらね、まあ、その思い出すこともあるだろうな、っていう思いがどっかにありましたね。そういう思いも込めててですね、昨日の夜は食事風景をね、私の左後ろ側からね、いわゆる、まあ、モニター画面に向かって、そして私と二人、ワイフと二人がですね、食事している風景を撮ってたんですよ。そして、まあ、その、ネットフリックスが終わって、じゃあ、ということで、ガサガサ動き回った時に止めてしまったんですね。その録画を。あれ、そこが残念だったです。撮っておけばですね、まあ、もしその声がですね、私の脳の中に響いた声なのか、脳だけに響いた声なのか、本当に聞こえていた声なのかという証明ができたわけです。まあ、私とワイフが聞いたから、二つ考えられるわけですよね。一つは、本当にその、音声としてですね、その部屋中を、いわゆる空気を振動させてその音が起きたのか、二つ目は、直接脳の中にその音が送り込まれてきたのかという区別ができるわけですよね。それができなかったというのは今にして思うと残念だと思います。しかし、まあ、撮っておけばよかったなというふうに思いますけども、まあ、こういうその事件というのは、その時々においてですね、その都度起きるわけですけども、まあ、今回、昨日はですね、まあ、そのたまたまビデオカメラを止めて、そして、まあ、僕のビデオダイアリーを見ようかって言って、途中から見始めたんですよね。その時に、その後半分の終わり方ってそういうことなので、半分ぐらい終わったところからビデオ代理を、まあ、聞いてですね、そしてその見ていたときに先ほどの声が入ったわけです。もう一つその思い出しながらやっていますね。クワーとかね、キャーじゃなくてその中間みたいな声ですね。さすがに3度目の時にはですね、なんだって、まあ、パソコンを止めましたね。びっくりしましたね。
その後どうなったか分かりませんけど、そのまんまぼんやり聞いてるわけにも、当時の瞬間の私としてはできなかったと思います。で、何だったんだ、何だ、何であの鳥の声が聞こえたんだ、何だってことで、今朝もですね、朝起きた時から、目を覚ました時からですね、ずっとその話をしていました。で、今はね、昼からはもう今日仕事に入りましたので、遅い仕事始めになりましたけども、今時刻は午後4時8分ぐらい前ですけどもね、もうそろそろこれで終わりになるわけですけども、そういう事件が昨日起きましたというのがですね、事実として皆さんに話ができる内容ということになります。まあ、今ならね、こうして皆さんに昨日あったことを今日話すことができるわけですけども、2016年の11月あの今行く事件について言えばですね、その話をですね、皆さんに話ができるようになるまでにね、まあ1年近くかかりましたね。まあ、ワイフが言うには、そんな話をしちゃダメよ、分かってる、そんなこと言えばね、頭の病気が疑われるからやめようってことで言わなかったんですけどもね、ごく親しい人にはそういう話をしましたけどもね、まあこういう声形で、まあ話すのは控えていました。で、今にして思うとですね、当時いろんな形で話しながら、記録に残しながらしておいたことがですね、今になってよかったと思うわけです。後々いろいろそれを追従する形といいますかね、追認する形でですね、証拠があちこちから集まってきましたので、よかったと思っています。で、今もね、この昨日の夜の事件もですね、まあ黙ってようか、こんな事件も今までたくさんあったからって形で、そのいろんなことあったんですよ。それこそファイル消失事件だとかね、 USB が真ん中に落ちてたとかね、例えばそのコンサート事件も3度ありましたね。それからあの画像転送事件とかいろんな事件がですね、もう次から次へ次へと起きたんですよ。しかしね、証拠があるわけじゃない。しかしそういう事件はそういう事件でね、あったことはあったんだ、事実は事実なんだ、経験したことは経験したことなんだと言ってですね、記録を残しておいたおかげでですね、いろんなところに今役に立っているわけですよね。例えば、まあ、ここで皆さんにご覧いただいている、これは開口事件です。開口事件についてもですね、あったことはあったということで記録を残して、皆さんの証言を集めておいたことがですね、後々の自分の体験を裏付けると言いますか、逆にですよ、過去を振り返してみて逆に裏付ける証拠になったわけですよね、というようなところからですね、まあ、それでよかったということになるわけです。今椅子に座り直しました。足を前へ投げ出してですね、ふんぞり返ってマイクを持って喋っているもんですから、お尻がですね、前にずり落ちそうになりましたのでね、一度姿勢を直しました。まあ録音が一時中断したということになります。で、話を戻します。まあ、ともかくもですね、こうして記録を残しておくということがですね、まあそれは今の私まで、今までの経験からして、後々重要なことだ、役に立つことだというふうに考えています。ですから昨日あったことをね、今日話しました。で、今回はですね、昨日の夜はですね、ワイフもそれを同じように経験したということです。で、先ほどね、ちょっとこのビデオダイアリーを始める前にですね、ワイフを証人としてね、今日そのこのビデオダイアリーの中で、そのワイフがね、今ね、私が話したことが事実ですってことをね、一言入れてもらおうかなというふうにも考えましたけどもね、まあ、しかしそれもね、どこか子供じみてますからね、そういうことをするっていうのもですね、ですから相手は上の方ということになってくるわけですからね、まあ、そういったそのことはしないと。ですから、まあ今日はですね、このビデオダイアリーを作ったら、ワイフに、毎日今あのワイフはビデオダイアリーだけはですね、きちんと見てくれているもんですからね、あの他の動画についてはですね、また見たなんてね、繰り返すようなことやってますけども、しかしまた同じものってな感じでね、繰り返すようなことしてますけども、ビデオダイアリーはきちんと聞いてくれるもんですからね、もし私が嘘を言っていたらですね、私はワイフの信用を第一義的になくしますね。それから、まあ、一番目にね、第二に、つまりは上の方の信用をなくすということです。しかし事実は事実、あったことはあったこととしてですね、皆さんに話すことについてはですね、私は、まあ、居直るような形で、それがですね、まあ、上の方にどんな思いをさせるか、不愉快な思いをさせるのか、それは分かりませんけども、事実は事実として、この地上にね、這いつくばって生きる人間の一人としてですね、話しておくということはですね、私は重要なことだと思います。というのはですね、その鳥の声が誰の仕業であるかということはですね、今までの流れからしてですね、上の人以外には考えられないわけです。というのは、その昨日は山の家にいたわけですけども、山の家にはですね、もう35年住んでるんですよね。そんなことは一度もなかったし、それからその
そのネットフリックスで見始めたのは 2,3 年前からですけども、そんなことは一度もなかったし、それからパソコンのね、いわゆるいろんな動画をですね、再生してみるということも、もうそれこそもう10年近くやってるわけですけども、テレビは見てませんのでね、テレビは受信してませんので、まあ、いわゆる見るとしたらパソコンを経由して、まあその実際にはスマホを経由してですね、テザリングをかけて電波飛ばして聞いてるんですけども、そんなことは一度もなかったわけです。ですから、まあ、そういう流れの中ですよね。で、今年入ってからは第4波として音がテーマになっているなどなどというようなところからですね、まあ、上の方の上の方のサインであると、まあ、そのように、まあ、今日冷静に落ち着いて判断してみてですね、そのような結論を下しました。つまりサインなんですね。それは私にとってはとってもありがたいことであり、嬉しいことであり、まあ、まさに奇跡ということになるわけですけども、目的は何か、どうして、なぜというところで次のステップへ行かないわけです。で、まあ、なんであるか分かりませんけどもね、今までの経験からするとですね、上の方は必ずそれが何だ、何だって言ってさ、まあ、その疑問に思ってね、迷って、もやもやとしてるとですね、何かまたその次のことをしてくださるわけですよね。ですから、それを待つしかないってことなんですよね。はい。とにかく昨日はですね、意表をつかれました。意外でした。まさか鳥の声でっていうことは考えもつきませんでした。なおかつその鳥の声というのはですね、まあ、つまりどこかで聞いたような声なんだけども、でも違うということなんですね。実際そんな鳥の声を間近で聞いたことはありませんし、うの声に似てると言っても、それはうの声ですよね。うの声を聞いて、あ、うの声だってことは分かりますけども、じゃあうの声はどんな声だってことを今再現してみろと言われても口からは出てこないんですよね。例えばホトトギスのように、東京特許許可局、東京特許許可局とかね、あれをウミスのように、おお、結局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 ってなって、それ出てくるんですよ。しかし昨日の声はですね、私には経験のない声なんですよね。で、まあ、それからまあある意味でいつものことだねって感じで、会話もまたまばらになって、寝るときに一言ね、だけどあの牛の声だったなって話はお互いにしてライトを消したわけですけども、今朝もね、まあその話、あらかじめその話したというわけじゃなくて、まあ起きてからね、いろんな話しながら、本当に昨日の鳥の声は何だったんだろうねって言って、その頃ですね、ざわ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 と、またかっていうことで、まあ実感が襲ってきた。これよくあることなんですよ。その時は何だか何だか3年連続さっぱりわからなくてもですね、しばらく経ってから、そのあれはっていう感じで胸騒ぎが起きてきて、まあやがて興奮につながっていくっていうのは、もう今までのケースでみんなそうなんですよね。まあですから、まあ、そういうことなんですよね。ですから昨日起きたということなんですよ。昨日起きて、そしてじゃあ目的は何かということなんですけどもね、実はですね、今朝ね、私はもう3時、今朝は昨日ですね、もう8時には寝てましたからね、風呂から出てすぐ寝ましたから、ですから今日3、4時に起きたわけですけども、まあ、大体6時間か7時間、7時間寝たらもう十分眠ったという状況だったんですけども、午前3時半頃に目が覚めましてね、で私は起きて今にいましたらね、ワイフも4時か4時半ごろ起きてきたんですよ。で、まあ起きてきたのでね、私はすぐランニングマシンの上に乗ってですね、30分の運動しました。で、それが終わってね、それでなんだかんだって起きてたら6時ごろになってやっと明るくなりましたからね、6時からその今度ね、新しくっていうか、買ったと言いますか、今までね、草原駅のね、歯をですね、金属製の腹を使ってたんですけども、今度から、今回はですね、ナイロン糸を使ったね、その草原駅に、まあ、歯からナイロン糸に取り替えたんですよ。昨夜ね、山の家に着いた時にですね。それでそれを試してみたくてですね、プラス30分の草刈りをしました。楽しかったですね。そして6時半になって、ワイフが NHK のラジオ体操を始める頃にですね、私は部屋に帰って、今日はゆっくりしておこうと思ったんだけど、もうすぐ帰るよ。僕は家へ帰って仕事したいよって言ったんですよね。そしたらワイフがそうねって言ったもんですから、6時45分頃にね、ラジオ体操終わったもんですから、そそくさと片付けてですね、7時頃山の家を出て浜松市内に帰ってきたわけです。で、私はこう思いましたね、その時に。何のために鳥があの鳴き声を出したか、どうしてあの鳴き声を聞いたかっていうことはですね、結果的に結果論として考えるとですね、つまり、これ、ちょっとごめんなさい。画面になんか大沢さんからこのメールが久しぶりに読んだんですけども、
そうなんですね。これ北海道の大沢さんですけども、今年ですよこれ、あのプラズマ体の飛行体をね勉強会で光ったという話が。そうですね、まあ、その文章が今ちょうど画面を出てるもんですから、ちょっと読みながらです。これはあのこの開港事件と、それから4月にもう一度開港事件が起きて、この後はあこの勉強会の翌日にワイフと私が開港を見てます。それからもう一回あったなかったのかな、まあ、とにかくもうそういうことが立て続けに起きてるもんですから、あのよく覚えてないんですけども、とにかくその後音の事件へと、まあ、移動していくわけです。4月に3月だったかに一度私の、ね、卓上のライトがですねパカ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 ついたり消えたりする事件が起きてから、それから一度もその事件起きてませんからね。事故はずっとその卓上ライトを使ってますけども、そんな勝手に点滅するということはそれ以降は一回もありません。はい。でその今度はパルス信号音の事件とつながっていくわけです。そして今回ですね、昨日その鳥のけたたましい鳴き声事件が起きたわけですけども、なんて呼ぼうかなと思ってね、後々検索しやすくしておきたいものですから、鳥のけたたましい鳴き声事件、鳥の鳴き声事件としておきましょうかね。まあそんな事件が起きたもんですからね、まあ流れとしては第4波かなという感じで考えてますけども、じゃあ何のためどうしてってことなんですけども、あくまでも結果論ですけどもね、今朝私はもうその起きてね、本当はね今日ねゆっくりしてね、まあ今日は普通の曜日ですから、9時頃まで待ってればですね、近くのファーマーズマーケットが開きますからね、そこで安い野菜でも買ってというふうに考えてたんですけども、まあ、昨日の朝の、私、今朝のですね、朝の行動を見てるとですね、もうワイフが起きてきたら、ランニングマシンの上で走り始めたわけです。あの、ワイフが寝てるときはね、ランニングマシンの上で走ることはできませんのでね、うるさいから。ですから、まあ起きてきたのでいいやってことで、ランニングで走った。で、その後ね、ついでに、今度はですね、庭へ出てですね、30分草を刈った。というその行動、それからもう今日はすぐ帰ろう、家で仕事したいよって言って行って、まあ、6時45分から7時頃までにね、なんて言いますか、家を出てですね、そして家へ帰ってきて、まあ、あれこれあれこれしてってことで、まあ、あれこれやることいっぱいあるもんですからね、とにかく、雑用雑用でもう、はい、仕事は終われるんですけども、まあ、ともかくその私がですね、結果論的に言うならばですね、生き生き楽しく、ワクワクまではいかないんですけどもね、仕事ができるということがですね、つまりは結果論なんですよね。実はそうなんですよ。何かのことでね、落ち込んでいたり、やる気なくしたりね、元気がないときにはですね、まあ、必ずというよりもほとんどそうなんですけども、何かしら上の人からのですね、そういった事件が起きるわけですよ。途端にやる気が起きるわけですよね。ですから私、こうした事件が起きるたびに、ワイフにこう言うんですよ。あのね、上の人はまた僕を励ましてくれたんだよねって言いましたら、ワイフがそうね、また励ましに来てくれたのよねってことを言ってくれました。本当にね、私たち老人組、もう私もうじきね76歳になるんですけどもね、あの人が亡くなった、この人が亡くなった、あの人はこうなってしまった、この人はこうなってしまったっていう話ばかりなんですよ。悲しいですけどもね、その都度、明日は我が身かな、明日は我が身なんだよ、明日は我が身かな、明日は我が身なんだよと言って、いやおなしに老人は老人に作られていくんですよね。その中からやがて生まれてくるのが無気力感、やるせなさ、切なさ、寂しさ、虚脱感、それから孤立感、孤独感、まあ、数えたらもう生きれないんですよ。そしてやり、まあ、過ごし方間違えるとですね、うつ病になって一日何をするでもなし、しないでもなし、ただぼんやりとね、まあ、日々を過ごしていく、1ヶ月は1日のように過ぎてて、あるいは1年が2日か3日のように過ぎて、もうじきもう2024年かなんてね、なんて言いますか、開墾ともね、切なさとも、あるいはわびしさとも何とも言えないような気持ちで新しい年を迎えるというような感じでの生き様になっていくんですね。そういう自分っていうのをもうそこにいますからね、本当に薄い氷の下ではですね、その自分自身、別の自分自身がですね、似た笑いながら、早くおいでよ、何無理してるんだよ、頑張ってるんだよって感じでね、手招きしてるんですよね。まあ、そういう自分っていうのは一方で感じ、そしてその向こうの方ではですね、まあ私の周りから去っていた人たちがですね、つら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 と顔を並べてるんですよね。そういうその自分の境涯を見るとですね、つまりは今日は早く帰って仕事するよという自分自身の中にある、まだまあ残り火のようにですね、いわゆる燃えているその火
をですね、ありがたくありがたく、まあ、思うわけですよね。そのありがたさという部分にですね、つまりは上の方がですね、私自身を励ましてくださっているからなんだよっていうふうにして、自分、まあ、そのこと本当に思ってませんけどもね、しかし、結果論的に見ると、そんな感じで自分を理解し、そうしたサインをですね、理解することがですね、まあ、私の今の心の中には、フィットするということですね。ピタリと入ってくるということですね。またな、まあ、つまり、私としては、全くもって納得しやすいということですね。というような感じで、今日はですね、まあ、その、いろいろ、その間いろんな仕事をしもしたんですよ。その、あの、二十日大根をね、おととい巻いて水かけといたら、もう興味が出てますからね。驚きましたね。というのは驚きを感じながらですね、畑仕事もしながら、まあ、その、なんて言いますか。まあ、こういう私がいるということ自体がでね、つまりは結果なんだな、っていうふうにして、まあ、私はですね、上の方に、感謝の気持ちを捧げます。捧げます。今日もね、このビデオで終わったら、真剣にね、祈って、そして、上の方にね、感謝します。ありがとうございました。また、あなた様に励まされました。毎日ね、まあ、なんとか、頑張ってね、こうして仕事を前向きにできるというのもね、あなた様のおかげです。というふうにしてね、感謝しながら、今日一日終わりたいと思いますけども、まあ、それがね、結果論的に見ると、つまりは上の方の、つまりは、私への、励ましてあったというふうに思います。ということでですね、今日のビデオでありここで終わりたいと思います。一言、こういうことは皆さん、現実にあるんですよ。冒頭の小型 UFO がその一つの証拠を毎回見せてるんですけども、お見せしてるんですけども、こういうことが現実に起きてるんですよ。ということだけをですね、再度、念を押して、今日のビデオダーリーを終わります。Bye for now. The other day, about a week ago, when I was re-examining small UFOs that flew around in my room, those small UFOs were reflected in my video diary.Taken on July the 29th, 2021, but I didn't pay on that day much attention when re-examining the video. But after that, one of the small UFOs became very interesting. This is because, although it was only one frame, the appearance of a small UFO was clearly captured there. What you are looking at,Now is that small UFO. You can clearly see that in here. However, I've got to care more about the small UFO, which appears as a single object. Even so then, I can't analyze or verify it further, but among the small UFOs that were reflected in my videos, it is a UFO,that is captured its shape most accurately among others more than 100 UFOs I have witnessed.
先日、ほぼ1週間ほど前のことですが、私の部屋の中を飛び回った小型 UFO を再検証している時のことです。その小型 UFO は2021年7月29日に撮影した私のビデオ日誌の中に映り込んでいたものです。が、その動画を再検証している時は、それほど私は注意を払いませんでした。しかしその後、その中の一つの小型 UFO が大変気になるようになりました。というのは、ほんの一コマですが、そこには小型 UFO の姿がしっかりと撮影されていたからです。今ご覧いただいているのがその小型 UFO ということになりますが、その小型 UFO は明らかに一個の物体として写っているのがわかります。だからといって、それ以上の分析検証はここではできませんが、しかし、私の動画に映り込んでいた小型 UFO の中では、今までに何百機も飛んだわけですけれども、その中でも最も正確にその形を捉えた UFO ということになるのではないでしょうか。広林、浜松市、ジャパン、April the 6th, 2023。ところがね、面白いですね。世界のいろんな論文を見てもですね、UFO 現象をね、プラズマだと説いてる学者は一人もいないんですよ。去る2023年1月にですね、1月の勉強会を開いていた時に、出席してくださいました、北海道十勝のですね、大沢栄一さんがですね、その勉強会で白い海溝が飛ぶのを目撃なさいました。で、その白い海溝についてですね、大沢栄一さんはですね、これから紹介します、動画の中に映り込んでいた光と大変よく似ていたのではないかということなんですよね。またそういう報告をですね、その2ヶ月後の2023年の3月にまた北海道からおいでくださいましてね、その話を、てか報告をいただきました。で、その動画といいますか、その光というのはですね、2021年の7月29日ですね、に、私のビデオ台の中に映り込んでいた物体ということになるわけですけれども、それについてはもう少し後で出てきますけれども、その時にですね、その時というのはですね、つまり大沢栄一さんの話を聞いた後にですね、ではどんな光かということで、もう一度その2021年の4月29日の動画を引っ張り出してですね、検証してみました。で、その光が、その私の部屋を飛ぶ前にですね、3機ほど、ほんのその直前ですけども、3機ほど小型の UFO が飛んでいるのが分かりました。で、その時は、それは3機そのようなものが飛んでいたな、ということで終わったわけですけども、その中の一つがですね、大変気になるようになったということです。というのはですね、今までその、私のこの部屋の中でですね、100機以上、まさに150機以上になりますよね。ざっと数えてもですよ。の小型 UFO が飛び回ったんですけども、焦点が合わないと言いますかね、ぼんやりとしていると言いますかね、あるいは何かしらこう光っているような感じで、その形、輪郭がよくわからなかったんですけども、この、今日ちょうど今そのお見せしている動画の中に映り込んでいた UFO についてはですね、よく見るとですね、大変動きが速いです。ですから、10分の1の速さにしても、その、コマ落とし的にね、ポン、ポン、ポンと映っていくわけですけれども、その中の一つにですね、その輪郭がはっきりしていたものが映り込んでいたということです。その輪郭がはっきりしていたということでですね、今日、その動画といいますか、動画の中から一コマを切り抜いてですね、皆さんにご覧いただけるようにしました。で、今ご覧いただいているのはですね、その2021年4月29日に私の部屋の中を飛び回った UFO の一部ということになりますが、その大沢栄一さんがですね、見られた光と似ているという光はこの後に出てきますけれども、その前の段階でですね、3機
まあ、そのほぼ同じ時刻にですね、その時間というか、ほんの、まあ、そうですね、1、2分の間にですね、こうして3機の、まあ、物体が映り込んでいたということになります。動きは大変早いです。で、まあ、チリやホコリ、ゴミ、虫などとも考えられますけれども、動きが早いということ、それからその下から上にも飛んでいるのもあったということなどからですね、まあ、ゴミではない、ホコリでもない、チリでもない、虫でもないというふうに判断して、まあ、その私はこれはこうやって UFO と判断しました。まあ、ここだけを見ますとね、まあ、そのなんかそれのようにも見えるということですけどもね、しかし今までの百数十機、まあ、全体で過去6回ね、このような形でビデオカメラに収められたこうやって UFO の中ではですね、ほぼ150から200機近くなるわけですけども、その中のこのこれから紹介する1機だけはですね、形がまあしっかりしていると言いますか、まあビデオカメラで撮ってますから、オートでね、焦点を合わせて撮っているものですから、まあ、顔のところには焦点が合うわけですけどもね、その前後に飛んでいる物体については、どうしても焦点がボケるということですよね。で、裏を返して言うとですね、これから紹介するその物体はですね、焦点が合っているということはですね、顔に焦点を当ててますから、その距離的にですね、カメラから顔とカメラからその物体の距離がですね、ほぼ同じだったということになるわけです。今ここに紹介しているのはこれ白い光が走れますね。これをこの光を見てですね、大沢 H 氏さんがです、氏がですね、この光によく似ていたということをですね、2023年の3月に、まあ、今年3回目の勉強会だったんですけども、その席でですね、そのように報告してくださったものですからね、私はまあそのように判断して、まあ、てか、まあ、ここでそれを取り上げて再検証してみたわけです。ところがその前にですね、その物体が映っていたということになります。で、今これは光っているわけですけども、壁の中に消えていくように見えます。この私の部屋を飛び回った、またこの UFO はですね、壁、それからモニター、電子辞書、私の体、机などをですね、平気でなってますか、平気でっても変な言い方ですけども、悪あたかも何もないかのように、まあ、すり抜けていくというところをですね、あちこちで見せてくれています。その中の一機はこれということになるわけですけども、この物体はですね、手前の左上から飛んでいって、右の向こう側に飛んでいってですね、どうやら壁の中にですね、そのままスーッと消えていくように見えます。光を落としたというよりもですね、壁の中に消えていくということですね。そして後方部にかすかなもやのようなものを起こし、部分的にですね、パウダーのようなもの、光のパウダーのようなものを飛ばしている点にも注意していただきたいと思います。